今回は守備の一般原則の中からプレスの原則の解説です。プレッシングとはチーム全体で積極的に相手のボールを奪いに行くことです。チームで安定した守備組織を作り、相手に規制をかけボールを奪いに行くためのプレスの原則です。プレスの原則のポイントは3つです。1つ目、前線からのプレス。2つ目、ボールを奪いに行く1人目の選手。3つ目は全体で連携して相手のボールを奪いに行くです。まず1つ目のポイント、前線からのプレスについて、相手選手プレースタイルを見て相手の攻撃にプレスをかける規制ラインを決めます。前提となる基本的な考えですが、インナーゾーン内側を絞り相手をサイドに追い込んでいきます。相手に縦パスをさせないようにします。3つのレーンで守備ができるように意識し、右か左に相手を誘導していきます。前線の選手がプレスに行くとき、ディフェンスの選手は常にラインをコントロールして相手のフォワードと駆け引きをします。次、2つ目のポイント、ボールを奪いに行く最初の選手についてです。ボール保持者に対してチーム全体で規制をかけ、相手の状況を見てスイッチャーがプレスに動きます。スイッチャーのプレスはタイミングが重要です。スイッチャーがプレスに動いたタイミングで味方のディフェンスラインを押し上げ、前線でのパスカットを狙います。スイッチャーがプレスに行くタイミングはボール保持者のパスコースが限定されている場合や、相手のパスのスピードが遅い場合、パスを受ける選手のボールコントロールが悪い場合などです。3つ目のポイント、全体で連携して相手のボールを奪いに行くですが、これはスイッチャーが動くタイミングと連動します。スイッチャー以外の選手はスイッチャーがプレスに動いたタイミングで全員で連動して相手を一つの方向に誘導します。全員で連携しないと相手にプレスをかわされてしまいます。自分のマークを捨てて一気に全員でプレスに動きます。ポジショニングの原則で説明しましたが、チーム全体でエリアに応じたポジショニングの考えでプレーするようにします。またオフサイドルールを利用してディフェンスラインを押し上げます。ゴールキーパーもスペースを埋めるポジショニングをします。そしてスイッチャーが動き、それに連携して動いたら全力でボールを奪うことに集中します。相手ボールを奪ったら素早く攻撃に切り替え、カウンターアタックを狙います。相手のボールを奪えなかったら、以前解説した守備の優先順位に従って下がりながらスペースを埋めていきます。そして守備組織が整ったら再びプレスをかけていきます。守備組織を作る時間がなければ、一度ゴール前を固めてゴールを守りながら相手を押し戻します。今回はここまでにします。なるべく分かりやすく噛み砕いて説明していきます。それでもよく分からないということがあればコメント欄にご意見ください。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。